アツのごま油を敷いちゃってその上にダイブ <noise> いやはら皆さんがんにちゃビアビンです <laughs> なんかちょっと自分でじわってきたはい本日はこちらレアの 65W モバイルバッテリーをレビューしていきますモバイルバッテリーこれ大好きだしではひもじお願いしますおーおーもん 拷問、拷問ね。怖いですね。すねもね怖い人たちの拷問でね、あの熱々の油にジューってやる拷問ありますからね。ジらねマジ？人間あげちゃうんですね。へ<ー>怖いです。怖い怖いこの人それやってるらしいですよ。怖い。あたまきさうゴリ。<laughs> <laughs> なかなあ、歌っちゃいけねそうだよ。<laughs> えーっと、こちらね、例のと読みますね。うん。えね。モバイルバッテリー。うん。えー。PD65W。PD うん。あとで詳しく説明しますが。はい。提供です。すモバイルバッテリーまで、モバイルバッテリーまで提供。ちに。で、みやびが持ち帰ることを考え、色は白にしておきました。ナイスー。ほんとはね、ほら、箱に黒もあるんですよ。 ね、黒っていうか、まあ、あのなんだろうあの、ね、スペースグレーみたいな言わ <laughs> <何>、うんなあのその,あの,あの,あのそのこのサラナでこちら11月当時去年の、うん、世界初だったんですよ、うん、何がっていうと双方向 65W 急速充電双方向というのはですね、はい このバッテリーに充電するのも 65W だし、このバッテリーから充電するのも 65W。ただ、その後に、えっと、大人気なんですけど、日本では。CIO さんとかも双方向対応したので、ただ世界で初みたいですね。これが最初みたいですね。へ<ー>えー、で、PD3.0 と QC4.0 に対応していますので、 えー、こちらのレビューを伝えたいと思いますが、えー、ガジェットなので、みやびちゃんに音楽みたいにっていうのはないので、えー、僕が使った、えー、漢字から説明も兼ねていきますが。まあね、これね、とても便利なのがですね。はい、えー、まずね、ここに、写真出ると思いますけど、ここにね、ほら。うんうん、おー LED というか、ディスプレイついてて、うん、今100%って出てるんですけど、わかりやすい。100%って出てるんですけどね、うん、1%,、えー、1刻みで、へ<ー>バッテリーの残量がわかります。それいいね。はい。助かる。で、ここに USB-C と、えー、USB-A2 つついてまして、うんえー、双方向充電ということで、 まあ、ほんと、さっきも言いましたが、モバイルバッテリー自身にも、モバイルバッテリーから充電する先にも、PD65W で超急速充電ができてしまうという優れもので、最短1時間半でフル充電されます。早こちら。はい、早いです。で、えー、っとね、2万ンペアなんですね。<laughs> これはね、もうね、モバイルバッ,バッテリーオタクのニキティスさんが、 がここにいてくれれば完璧なんですけどあの人はねもうねあ俺が持ってるあのさポータブルバッテリーあるじゃんあれ買ったのよニキティスソーラーパネルでねこれ,これからねあの私服のバッテリータイムだって言ってあれにね全てのねスマホからモバイルバッテリーが全部つないでねでもうタコ足みたいになってるのをね見てね,あのね急速充電するのがね 私服の時。かわいいとこあるじゃんそれね、あの、OC にもね、ちゃんと写メ撮ってね。今からバッテリー私服タイムとかって。でもなんか、わかんなくないのが、私あの、六本線が入る、あの、タコ足みたいなやつのケーブル、前もらったじゃん。それを、たまに全部刺す時があって、イヤホン含めた。の時に、見るの好き。なんか、埋まってるなって思えるもん。 しかも、俺と同じポータブルバッテリーだが、あれ、スマホで見れるのよ。うん、でね、今ね、ど、どこにね、何パーセントいってるとかね、うん、何、何アンペアいってるとかね、見れるから、それ見て興奮してる。えへガチ勢いたら、ここに。さらに、こちらですね、あの、急速パススルー充電。パスルー充電っていうのは、普通のバッテリーはそれやっちゃダメなんですけど、パスルー対応してると、 これに充電しな、しっぱなしにしながら他を充電できるんです。おー、すごい。なので、パスする対応してないのでやると、バッテリー最悪爆発したり、うん、えっと、火吹いたりするんで、絶対ダメですけど。僕の、うん。これはパスする、急速パスする充電にも対応してるんで、充電したいスマホとかノートパソコンと同時にバッテリー本体にも急速充電できてしまうので便利です。で、USB-A。A ね、こちらの USB-A の出力ポートは QC 充電で 18W。USB-C 入出力ポートは PD65W 最大となっております。で、先ほども言いましたが、バッテリー容量は2万 mAh で、iPhone14 を3.8回以上満充電にできます。で、Galaxy S20、え ?Galaxy S22 ね ?22 ね,22ねは、 回 iPadmini5 だったら2回以上満充電できてしまうという,うそこが2万ミリのねパワーですねさらにですね、えー、これあれなんですよ過充電過電圧過電流過放電ショートを防止する機能もちゃんとついてるので飛行機に持ち込み OK ですああいい飛行機に持ち込めるって大事なんで、ねうん、モバイルバッテリー持ち込めないの多いんでうん、うん <laughs> これは飛行機も OK なので、海外旅行にでも安心です。で、まあ、スマホへの家電流保護。あと、高温にすげえ、ね、モバイルバッテリーってアチアチになるんですけど、それも防ぐ機能も搭載してて、安心安全という作りになっております。で、当然日本で使うには PSE 等の認証が必要なんですが、PSE も取得しているので、 国内利用も大丈夫です。で、先ほども言いました、ここにデジタル残量表示がついていて、バッテリー容量が一目でわかるのもすごい便利でした。あ、あと何パーあんな。うん、それ便利。で、充電してる時も出るんで、うん、あ、もう80%まで来たとか、うん、スマホ感覚で充電量わかるんで。それいいね。うん。で、まあ1パーから100パーまで1%刻みで表示してく,くれるので、本当便利でした。で、あとね、 こちら、USB-C ケーブルも、USB-C トゥー USB-C ケーブルも、付属しちゃうんですよ。へえ<ー>。なので、ケーブル買う必要がないんですね。あ、それいいわ。これ、どうやって開けんだっけな。なこ,ここだなもうね、なんかね。もうカメラ回ってると緊張しちゃって。<laughs> 似合わない言葉使うんで。こうやって開くんですけど、え、で、ここにね、 はい、バッテリーが入ってるんですが、ここにケーブルが。ケーブルとね、みーちゃん必須のね、ケースポーチが。ここに USB-C、USB-C ケーブルついてるんで、と、ポーチが。と<お>、バッテリーをこうやって、入れられちゃう、うーんポーチがついてきます。いいね、旅行の時とかね、はい。なので、普段、良きですね。 ケーブル付き嬉しいわ。で、えー、っと、さらにですね、日本語でサポートしてくれます。えー、っとね、浅草かなに会社があったと思うんですけど、<laughs> 日本語のアフターサービスもついてて、最大24ヶ月保証です。正規販売店で購入した製品に限り、18ヶ月の、1年以上、1年半ですね、の製品保証で、うん 条件付きでプラス6ヶ月の延長保証で最大24ヶ月2年間となっております。で、iPhone ありますたったら大きさもね、iPhone と比べればわかるんですけど、iPhone と縦が同じなんですよ。ほら。だね。iPhone と同じ縦サイズで、横は iPhone よりちっちゃいんですよ。うん、で、360g ってそんな重くないんですよ。2万 mAh なの。うんうん。 だから別に女性でも、持ち歩けると思う。これ持ち歩き OK で。でね、あのね、2万ミリアンペアっていうと、まあ他でググってもらえば、アマゾンとか見てもらえば分かるんですけど、うん、高いんですよ。うん、2>, 2万ミリアンペアになってくると。これノートパソコンとかもいけちゃうんですよ。<ー>僕が使ってる、あのね、もう MacBook 系はやめて、ノートは僕はレノボの、あの、X1 カーボン。 使ってるそれも、あれも USB-C で充電できるんで、これでいけちゃうんですよ。<ー>で、実際、これで、X1 カーボンと iPhone を充電しながら、普通に使えたので、うん、全然 OK です。2万ミリアンペアあるんで。だからね、本当に2万っていうのはね、とてもでっかい。で、普通だとかなり高くなってしまって、うん ニキチーーーズにモババイルバッテリーをレビューするよって言ってて言、まあ、これは先に教えてあって値段言ったら驚いてたんで 2>,、うん、2万ミリアンペアでその値段だったらいいねとかつって言ってたんですけどえーまあほんと実際に色々充電とかして使ったんですが iPhone にも早いあっという間に充電しちゃうので、うん、PD だからケーブルもねあの PD 充電対応のケーブルとかがあった方がいいので で、USB-A だと 18W なんで、USB-C から行った方がいいです。うん、65W 最大出るので。うん、なので、まあ、いろいろと充電しながら、いろんなものを、だからね、ゲームやる人だったら、任天堂スイッチとかも行けちゃうので、うんもう何でも行けるなので、僕はね、外出しないっていうか、しても車で充電しちゃうので、これはもう災害用になってしまうんですが、 まあ災害用にも2万 mA、ah、あったらだから台風来ました停電しましたっつってもミーの iPhone だったら3.8回以上充電できちゃう満充電できるからバッテリー切れたつなぐバッテリー切れただから34日は持つかな iPhone が使えるっていう停電してもこれ1個あるだけでって考えたらすごいでしょ持ち歩きだけじゃなくて災害時も。 常に満充電にしとけ。パススルーだから満充電にしといていいの。つなぎっぱでいいんで。うんうん、パススルーじゃないといろいろ面倒なんですけど、これパススルーなんで、つな、うん、いどいていいので。外出の時だけ外して持ってくっていう。うん、そういう運用ができるので、非常に便利で。でね、デザインもシンプルですげえいい,、うん、いいし、白もいい感じの白で。これいいっすよ。うん、うん。と思いました。大あれですね。お値段。 気になるお値段ですね。ず、はい、っと気になってました。<laughs> えー、例の p d 6 5トモバイルバッテリー2万ミンペア Amazon で、最後まで聞いてくださいね。はい、Amazon で7399円なんですが、<ん>2400円オフクーポンがついてるので、えー、5000円です。 普通ね、2万ミリアンペアって1万円近くいっちゃうんだよね。あ、そうなんだ。CIO さんとかも見てもらえばわかるんで、高いんすよ。うん。多分その半分ぐらいでこれ買えちゃうんです。いやん。これはお買い得なんです、ね、7000円でも結構だ安いと思ったんだけど5000円です。すげえ。すごいし。なので、リンク貼っとくんで、飛んでみてください、ま。今ね、ちょうど新春、ん初売りアマゾンのあ。あるね。まあ、それ関係なくこの2000円オフクーポンついてると思うので、まあ、 ぜひ、モバイルバッテリー探してた方は、いいと思います。実際僕がもう、届いてからずっと使ってて便利だったので。特にね、あれだね、あの、レビューチェックしてるときに、ポートが全部塞がっちゃったりとかもあるので、うん、そういう時にこれを電源代わりに、こっから取ってとか、うん、あと、ここにね、実はね、あの映ってないですけど、 申請持ってくれば、もう作曲ゾーンになってるんですよ。うんうん、僕が変えたんですよ。元旦に。ね、大晦日と元旦で。で、その時に、ここ電源足りなかったんですよ。応援タップが届かなくて。うん、これで。<ー>電源代わりに。使えたんで。す<ー>。ちゃんと使えたんで。優秀。iPad をこっちに置いといて、iPad を見ながら、 で、iMac は普通の電源取ってますけど他の電源必要な機器はこれでやりましたんでうん、うん、で、ちゃんと使えたんでで元旦の曲がアップされてるんでん <laughs>、えー、実際そうやって運用してみてできてるのでい、ね、まあ、本当に2万 mAh で 65W まで出るっていうのはすごいなと、うん、あとパススルーも対応してるしそれいいね で、あとどんだけ残ってんだろうもうもうパーセントです。一発で分かっちゃうんで。うん、あ、もう切れるから作業をやめようとかで,できるんで。んいいと思いました。はい。というわけで、みやびさんは、まあ多分ね、もうあれですけどね。<laughs> えー、みやびさんはこちら、例の 65W、PD65W、モバイルバッテリー2万ミリアンペア、アマゾンで、まあ約5000円です。買いますか買いませんか 買いますこれ買うですよ。私みたいなズボラ系は差しっぱにしちゃう癖もたまにあるから、うん、そういう時もなんか、ね、そう、もう全然、あ、やばいってなんなくて済むし。過充電されないからね。それ素晴らしい。で、残量はわかる。うん、で、まあ、持ち運びしやすいし、ケーブル付きで嬉しいし、デザインもシンプルでわかりやすいし、なんか、パソコンにもいけちゃうってすごいよね。 じゃあ、レイノさん、もう一台白を送ってくれれば、みやみはこれに、ね、オリジナルペイントして、あの、視聴者プレゼントするす、ね。<laughs> 自分でペイントしたい落書きするだろ、これ、多分。<laughs> したいね。これはできるね、うん。これはしたいわ。じゃあ、リアコラボですか。レイノさんとリアコラボですか。<laughs> <laughs> どうしうそれでまたさ、売り切れましたってできなかったら <laughs> <laughs>、ね。そうなっちゃうから。そうなってほしいけどね。うん はい。では、ひもじい。ペンナの、はい、えー、65ワット。PD65 ワットか。うん、モバイルバッテリー、こちら、売りますか、売りませんか売り、まあ、持ってかれます。<laughs> まあ、100%持ってかれるでしょう、これは。このテンションだと。はい。はい。というわけっていうか、もう本当にね、5000円、だから多分ね、普通の、アンカーとか、CIO とかの、2万ミリアンペアの買うんだって、これ多分2台買いちゃうので。 だったらこっちに2台買ってた方がいいかなっていう気もするし、うんうん、これね、あの、充電器もこれより先に発売されてるんですよ。65かな、うん、その充電器使えば 65W でこっちにもそのまんまいけるんで、<ー>その組み合わせがベストなんですけど、うん、65W 充電器っていうのはまたね、いっぱい出てるんで、うん、まあ、そんな感じです。揃えるのもいいね。揃えるのもいいと思います。 というわけで僕は、えっと、売り間は持ってかれました。うん、<laughs> まあ実際、届いてから使ってみて、本当便利だったんで、うん、まあ、白選んどいてよかったかなっていう感じで、<laughs> まあまあまあ、感想とまとめは宮城さんに任せますので、<laughs> ね、気になった方はね、本当多分調べてもらえば、これ別に提供だから言ってるわけじゃなくて、うん、俺びっくりしたんだけど、ね、値段聞いて。2万ミリアンペアのやつって、まあ中華のパチモンで、 過充電とか過放電とか飛行機持ち込めるやつってほぼないので、うん、持ち込めてちゃんとしてるやつは高いので、うん、まあアンカーさんとか CIO さんの見てもらえばわかるんですけど、それ安いので、まあいいなと思ったので、ぜひチェックしてみてください。というわけで私はドライン はい。なんか今まであるようでなかったっていう機能がね、搭載されてていいなと思ったし、なんかこれは本当に使い勝手いっぱいあっていいなって思うし、うん。結構私気に入ってるから、まあ、紐いが言ってる通り、お持ち帰りしまーす。これはもう、紐じいが使いたいっていうか関係ない。奪う私は。いや、私がもらう、これはって言って。いや、なんか、ちょっと、<laughs> なんか私が悪者みたいになってんだけど <laughs>。 まあでもなんか iPad とかと差しながら、あ、なんか充電がないって他の充電をもう一回しながらとかもできるって思うとなんかそれもね、結構自分の中では、もうほんとさ、私ズボラだからさ、こういうのね、結構ね、求めてるから、この使い勝手の良さはね、結構ね、押せる。 で、5000台ですよ。もっと押せるって感じなので、皆さんもぜひともね、チェックしてみてほしいなって思います。そんな感じで今日も終わります。ありがとうございました。え、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。